さあ、ということで本日はガチヤマとヒロトに急遽集まっていただきました。キッチンの前でこいつと二人っていうのが一番の違いや、いいやん。いや、マジで今回僕がちょっと持ってきた企画が、とある YouTuber さんたちちょっと羨ましいなと思ってまして、まあ、その羨ましいが何かというと、はい、まあ、レイジーライクレイジー、はいはいはい、そう、レイクレね、通称レイクレ、レイクレ編集でよく使ってる技、あのドンテンタあるじゃないですか。はいはいはい、一回緊急するわ。うん、行きたろ。なんでか、お前やろ。ボケたところとかおもろいとこで一時停止させて、そこで関西弁で突っ込むっていう、うん、あのレイクレのドンテンタの技あれでしょ、はい、あれやったら何でもおもろなるんちゃうと。今までエスポの動画でもう、わここドンテンタあったらめっちゃおもろいやんっていう場所が何個もあるわけ。あるな、あるな。てかもう一歩の動画につき3、4箇所絶対にある。あれをレイクレが特許みたいに持ってんのが羨ましすぎると。嫉妬ね、まあまあ、嫉妬。ああ、てかもうあの止めるタイプをやってしまったらレイクレのパクリになるわけよ。もう、まあ、今ではね、ほんまにそうやな。ドンテンタンじゃなくても他の BGM を使ったとしてももうこれレイクレの編集スタイルやんってなっちゃうわけだ。なるね。多分全 YouTuber あれを使いたいけど使えない、パクリになってしまうんで、もうレイクレの確立したスタイルなんで、うん、それでパクリになってないのは夜の人笑いぐらいです。まあそうやな、確かに感あるけど、夜の人笑いもまあもともとあのスタイルだった、まあまあね、はい、ありがとうございます。なので今回の企画、はい、ドンテンタン使えば何でも面白くなる説を検証していきたいと思います。なるほど。今回はもうあの動画も撮りやすいように、レイクレの動画をそのままパクります。はい。たかしとペロちゃんが、深夜のお料理みたいなのやってるんですけど、はいはいはい。今回はそのお料理コーナーをヒロとガチヤマにやってもらおう。その一個言えるのはレイクレの編集を一番コピーできるのはうちの島袋なんですよ。そうそうそう、それも言おうと思ってて、うちの島袋レイクレの編集を見すぎてて、レイクレコラボの時には完璧コピーした編集をできるわけですよ、うん、それがうますぎてこの前師匠からプライベートで電話かかってきて、うん、この編集誰がしたみたいな、うん、電話かかってきたぐらいあいつはもうレイクレの編集をパクれてるわけですよ。ツイートもしてた師匠。これさ、もし思わなかったら俺らの、いやそうやね、俺らやつみたいな。まあでもぶっちゃけあの編集だったらちょっと変顔しただけで止めれば、さあ例えばもうあれ笑い声起きてなくても面白い。まあ確かにね、うん、分かった分かった、あのマジで久々に編集任せな動画にするわ。思いついたらもう1個目。あ、マジで任せろ。もっちゃんを信じて。あー、オッケー。あ、だからまあ2人のタッグ次第。はい、なるほどね。まあまあ、ということで早速本日の企画、ドンテンタンあれば何でも面白くなる説検証していきたいと思います。よー、はい、ということで今日何を作っていくかと申しますと、はい、ということで、茶番はさておき、はい、ゴリラとネズミのアニマルクッキング、カピー、かわいいネズミやんけ。声がゴリラすぎて初めて見てんけど、ダメージでかすぎて。ゴリラ化するとこれで突っ込むねんや。まずじゃあ材料を紹介していきたいと思います、はい、まずご飯、玉ねぎ、玉ねぎね、焼き豚、はい、そして卵、そしておネギさん、おるな、この材料といえば、せーの、せーで、オムレツ。オムレツなわけねえだろ。じゃあまずネギを切っていきたいと思います。危ねえな、こんなもんでいいんじゃないかな。まずネギ完成、おネギさん完成。じゃあ切った玉ねぎをここに入れていきます。逆とかじゃないけどびっくりしちゃった。どこでやってんだよ。汚ねえな、おい。じゃあ次は玉ねぎを切っていきまーす。ちょっと俺料理集中してるからボケて。ヒロトのドンテンタンまで3、2、1。はい、玉ねぎ切り終わりました。素晴らしいね。はい、これで料理がうまくなる、うん、これをつけると俺みたいに。どういうこと？この部分を俺の
見つけました。最悪やな。イエーイ。じゃあ次チャーシュー切っていきますか。はい。あ、俺しかやってないやん。はだから俺だって役担当でしょ。俺切って切って切っちゃって切っちゃって食ってる食ってる、めちゃくちゃ食ってる食ってる、切っちゃ食うなっつんだよ。入れるもんなくなっちゃうじゃん。食うなって。切って切って、そう、そのままでいい。いや、もう、えっ。Quand t'es venu dans la rue inconnue。はい、じゃあ次。はい。卵を割ってください。じゃあ、いきます。割って。割って。もっともっとちゃんと割って割って割って。割って割って。割って割って。ちゃんと綺麗に、もうちょい。パカッてやりやすいように。で、それを口の上に持っていって。そのまま。ちょっとさ、お前のお母さんこの前イベントで見たけどめっちゃブスだよね。人の親をそう言うなって。間違えた間違えた。なんでお母さんめっちゃ綺麗、うん、でも親父はマジでハゲすぎ。やっぱ俺がやりたい。何もしてないから俺。別にできないじゃん。できるできる。マスクならマスクなる。できるできる。無理無理無理。できる無理無理無理できる。できる無理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 。はい、じゃあまずはおネギさんからいきます。そっちからいくの。肉の方があれじゃないの。いや別にこれもう大丈夫なの、火取ってんだよこれ。食わんでいいけど腹いっぱい。ああどうしたの、どうしたの、どうしたの。妊娠してるぐらい太ってる。聞いて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 動いてる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 。ほらほら俺ケッツ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 。ほらほら近づいて。ああ痛い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 。ああちゃんと赤ちゃんが出てる。うわ力、足が足腰強い。いやいやただデブなだけだろうがよ。Quand t'es venu dans la rue inconnue。 あーっしー、いきなりすぎるわ。先ほどの材料を中火でよくじっくり焼いていきます。はい、振って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 お腹が空いてきたのか。振って振ってやっぱお前との方が無理。意外とむずいなこれ。ああ手首でこうやってやんねん。ヘラちょっと取って。ヘラ、はいはいはい。あ、うんうんうん、これでこうやってかき集めてね、こうこうやってねみたいな。これしゃもじ、しゃもじ、これしゃもじですか。うん、はい、ちょっと待って。ヘラちょうだい。ヘラね、はいはい、ヘラ。ああ、これスプーン、大きめのスプーンね、これね。こうやってかき集めれるね、これで鉄製だからね。違う、これじゃないです。これデカめのスプーン。これデカめのスプーン、うん、頼むよマジでヘラ。はい、ヘラです。これじゃできないよね。これかき集めることもできないよね。何持ってくればいいの。ヘラやって、ヘラ。ヘラね。あ、ヘラだよ。そっち部屋あるかな。ヘラやで。はい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 。あ、これでね、このスイッチここ入れてね、こうやってウィーンと。これでウィーン。違うわ。違います。これダイソン。Quand t'es venu dans la rue un coup。はい、ヘラです。はい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 。うわナイスバディーよなみんなみたいな。Quand t'es venu dans la rue inconnue。これで焼けるかお前。ヘラです。ヘラヘラ、これヘラ三重心の、これヘラヘラ、うん、なるほど。これではないと、こっちのヘラではないと、うん、こっちのヘラじゃないのよ。女 YouTuber 界のドンになりつつ3人組やから。めっちゃエロ、エロいな、ほんで。はい、次はご飯を入れていきまーす。はい、ペーパー取って、ペーパーと塩コショウ。はい、ペーパー、これね、これ電源入れてこんな感じで「はあ！」ってやったら130出てたから、そういうのじゃねえんだよ。
熱い溶き卵を入れていきたいと思います。もう怪獣飼ってるやん。もうだいぶ焦げちゃったね。いけ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 ガチャマ、いけ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 ゴリヤマ、いけ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 ケモヤマ、いけ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 ブスヤマ、いけ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 デブヤマ、いけ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 シネコラ、いけ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 、こっちはゴリラやなお前。めっちゃ出た。はい、ということで先生できましたでしょうか。はい、ということで完成しました。お手軽ですね。そうだね、やっぱりチャーハンのいいところは何より時短。その忙しい主婦とかでもやっぱりお手軽にできるっていうのが一番いいから、切ってまあ焼くだけなんでね。はい、ということで、では実食に移りたいと思います。じゃあヒロとかどうぞ。いただきます。いただきます。ん、うまい。うまい。え、ちょっと想像以上にうまいんだけど。うん、うまい。点数出ました。はい、お願いします。今回のチャーハン50ワームテール。これ人で表すと100点。100点。うん、嘘、俺38点。低いリアルな低い数字やん。お店の味っぽいわ。でもなんか、うん、いい砂糖。Quand t'es venu dans la rue inconnue。Quand t'es venu dans la rue inconnue。ということで、完成。どうでした？うん、でも美味しかった、なんだかんだ。まあこれ食べるのは味噌菌食べたいぐらいかな。それはでも俺もそうかも。